はーい。観覧、閲覧者？観覧者を見てぐるぐるなったらバンの。ぐるぐる？なってるで、ぐるぐる。ぐるぐるなってますよ、これ。これぐるぐるなってますって話なんですけども。ぐるぐるな、はい。はい、ということで。いやで、何の話だったっけ？もう忘れた、バンすな、もう。はい。あ、そう、清津くん、ケイトくんとお仕事でした。シュバー。うん。で、まあ。まあでも、次のホミパリは、本当に、ねえ、どこでやろうかな。ホミパリツアーみたいなやりたいね、ツアー。なんか、一個おもろいなと思ったのが、バスツアーとか。俺が、あの、みんなをバスに乗せて、俺がバスガイドすんね。はい、こちら、富士山となっておりますとかね。こちら、京都です、みたいな。こちら、地元、大阪ですとかね。大丈夫？で、とかね。なんか面白いなと思って。いろんな形がありますから。ファンミは。ファンミはいろんな形でありますから。なんかそれ、そもそもの形を、変えちゃってもいいしね。うん。別にファンミ、前回、前々回みたいに、ダンスとか、クイズとか、ゲスト呼ぶとかじゃなくて、そもそももう、そんなんじゃなくて、バスツアーとかね。あとはもう、喋るだけとかね。喋るだけ。だからそれこそ一対一で喋ることやったらできるんで、その時間だけやったらね。だから、ホミパリトーク会議とかね。一対一でトーク。距離とかね。うん。いいかなと思いますんで。なんかあれば教えてほしい。バスツアーめっちゃいい。ああ、いいねえ。こうきくんの絵本の読み聞かせ。俺が絵本を読み聞かせられんの。あ、じゃあ、俺が読むんか。ホミパリ運動会。あ、いいね。いいね、いいね。みんな体操服持ってる？体操服持ってます？俺持ってへんで。それで言うと俺体操服持ってへん。握手会的なのしてるし。ね、たまによく見る、韓国の方がやってさ、なんか、こっち側が座って、なんか並んできてこう移動、ファンの方が移動していって、なんかこう喋ってるじゃないですか。喋ってるやつあるじゃないですか。あれって何なんですか？サイン会なんですか？リリーベ大会ですか？あれ。なんかあるじゃないですか、例えば BTS やったさ、みんな座ってて、何人座ってて、で、ファンの人が並んでて、ブワーって。そこにこう、座りながら、で、次ですよ、みたいなやって、ピッピッって。あれ、サイン会な、あれ。サインするだけな、あれ。サインと喋るみたいなこと。なんか、ああいう形でもいいのかな、とか思ったり。ファンミではなくなるんですけど、ああいう形でもいいのかな。喋りながらさ、そう、そっちの方がさ、なんかゆっくりしてて、いいのかなって、俺はもう、ゆったりしてて、なんか、1分ずつみたいな、喋りたいこと喋るみたいな。あれ、俺、いいかなと思うんですけどね。うん。時間すごい取られそうですけどね。1日かけてできそう。Go and, huh?
光輝くんの顔見れたら何でも幸せ。あ、そうです。本当に僕もそうです。うん。学生が来やすいような感じ。あ、確かにね。学生さんも多いですからね。学生の方が来てくれるような感じでもいいですね。本当に。確かにね。いろいろ踏まえ学生さんが来てくれるような形もいいですね。ホミパリ漢字勉強会。漢字勉強会。漢字を、確かに漢字祝い。誰が漢字検定2級。うん、楽しいですね、こう考えるのが。あ、2023年思い出に残るホミパリ。あ、そうですね。いいですね、いいですね。大丈夫、大丈夫、女性よ。関係ない。ホミパリインユニバ。うわー、おー、ユニバいいな。まあでもたくさん意見ありがとうございます。本当に、はい、本当にうん、考えるだけで幸せな気分になってきますね。これ考えるだけでいいですからね。これ考えれば考えるほどいいですから。うん、あとなんかあったっけな。かゆ、あとはなんかこうきくん、こうしてほしいわみたいなあります？これこうしてほしいねんけどって、これこうしてみたいな、これあれしといてみたいなあります？なんかツイッターであれしてこれしてみたいなとかなんかあったら、なんか俺一人じゃ俺もう何もできへんのでね、はい、声を聞いて動く人なので、動ける人なので、はい、あ、グッズね、グッズを増やしてほしい。あれありましたね、この前、この前、この前言うてもだ、この前のホミパリのグッズを販売しましたけど、本当にすぐに売り切れて、ありがとうございます。ありがとう、たくさん使ってください。はい、その再販とかね、たくさん声ありましたね。グッズ再販。はい。てか、そもそも意識したよね、それも、グッズもまた。あれはホミパリ限定なのでね。本当に。まだ作りたいところではあるんですけど。うん。パパ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 ーン。チク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 。これバンされんかな？大丈夫かな？これ。されそうな気がするねんけど、怖いわほんま。昔はね、インスタライブでさ、なんだろう、コラボとかしててんけどね、皆さんとね、おもろい、おもろいっすよね、そういうやつ。てかおもろいからそういう機能があるんですからね、そらおもろいですよ。昔はやってましたけどね、すごい。ブランドいいね。ブランド作ろうかな、俺。ブランド作ります。水こぼれた。けんちゃなよ。置いてるところがね、すごい滑りやすいところにあるんで。ほんまに気をつけなはれや。大丈夫？何も映ってない。パジャマ映ったわ、俺のパジャマ。相変わらずこれですけども、あったかいですからね、これ。ほんまに
あ、4トンは俺はしたいんで、4トン機能、リニューアルしたら、ちょっと言いますね、俺。作ってる方に。ごめんなさい、4トンだけお願いしますって。4トン機能、あと4トンってどうやったらいいんすかっていうことを聞いておきます。うん。さっきベッド映ったで。あ、ベッドいいっすよ、全然。ベッド。このベッド。これかっこいいですからね、このベッド。すごいふかふかです。ありがとうございます。寝やすいです。あ、そう、今日久しぶりに、この短い髪でも俺、ザルそば平野にしていただきました。その、ケイト君とのお仕事のやつで、久しぶりにザルそば部屋にしました。いいですね、たまにはね、ザルそば部屋ね。うん、いい感じですね。はい、本当に髪がまたもう早いですけど伸びてきまして、はい、僕本当早いんですよ、伸びるのが。びっくりすることになんでやろうな言うて、はい、ホミパリって一人でも行けますか。あ、一人で全然行きますよ。ね、一人で行けるっすよね。てか、その、仲良くなりますから、ホーミーで。そもそも。それが由来ですからね、ホーミーって。わかります？あ、ホーミーの由来っていうのは、仲間、地元みたいな、こう、ふるさとみたいな、イメージじゃないわ。意味があるので。俺はそれを願ってるんですよ。はい。ホーミーが繋がってくれたら、僕はいいですからね。なんぼでもいいですからね、それは。うん。和。和を作ろう。和を作る。はい。たかたかたったーん。YouTube 作って Vlog 載せてほしい。あーあー、 YouTube ね。 YouTube の頭なかったですね、本当に。なぜか YouTube の頭だけなかったですね。確かに YouTube いいですね。いつでも載せれますから。ホーミーにドッキリみたいな、実は店員さんが、コウキくんでしたとか。どういうこと実は店員さんがコウキでした。どういうこと？どうすか。あー。ラブジェニー。ラブジェニック。ラブジェニック聞いてます。ダンスレッスン動画？ああ、俺がダンスを教えるみたいな。ああ、面白そう、それ。おもろそうやね、それ。K-POP のカバーとか。おもろそうですね、それ。これ大丈夫？バンされへん？もう心配になってきてねえけど。ファンクラブ配信し、あ、それめっちゃええやん。あ、それいいね。ファンクラブ配信。ファンクラブだけで、ホーミーだけが見れる配信。あ、いいですね、それ。それ、いつでもできるからね。あったら。てかもう、歩きながらでもできるからね、これ。こんにちは。仕事中だよ、みたいな。確かに、それいいね。ハニーユー、さあ全部、恋を知ってる。うん。きっと半分だって伝わってないんだろう。君といればばば、スクショファファファ、いつにられなくない。ただただコウキくんが食べながら雑談みたいな作業用動画みたい。前回出しましたよね。出しましたよね、俺。出しましたっけし。はい。
出してなかったら出すんです。出してたら出しましたよね。合ってるこの表現。うん。この表現合ってますか。あの、1時間喋る動画俺、ファンクラブにあげましたよね。あげたよね、俺。あげてない。あげてないんだったら俺出しますよ。出すんですけど、出してたら出します。で、第2回やりたいなって話ですね。モッパンでもいいですし。うん。今出たんですけど、モッパンとか。出してたね。出してたね。出してるよね。はい。そう。なおやとのあの、1時間作業用動画ね。出しましたけど。それはあの、第2回あの、よろしくお願いしますっていう。ことであの、はい。よろしくお願いします。第2回、モッパンなのが、はたまた1時間、モッパンなのか、1時間、ただただ喋る動画なのか、あれですけども。また俺、の、やりますんで、楽しみに。あれ、使ってます？使ってくださいね。俺、めちゃくちゃ使うんですよ、あの、あれ、あの、あれです。その、YouTuber さんとかのさ、あの、作業用動画みたいな。1時間半作業用動画みたいな。これで勉強してください。これで作業してください。これで運転してください。みたいなやつ。あれ、俺が使うからさ、よく。だから、あったら使いますかねみたいな。話です。うん。スンドゥブチゲ食べましょう。いいですね。スンドゥブチゲ食べましょうか。ホーミーに何て呼ばれるの好きですか？でも、徐々にこう、山下が馴染んできましたね。山下呼びが増えてきましたね。なんか嬉しいです。山下って呼ばれると、なんかこう、お、山下って呼んでくれてるってなる。うん。から、山下って呼んでください。使いますよね。あ、使いますよね。オフ動画たくさん欲しい。あ、なるほど。前の、年末に上げた TikTok みたいなやつか。年始か。ああいうあの、オフショー動画、いいですね。はい。でも、いいね。なんかファンクラブ、ホーミーがまた、今年は熱くなりそうな予感がしますけども。しますけども、うん。年下やけど、山下呼び OK です。全然 OK です。もう俺、自由なんで俺。俺。フリー素材なんで、よく言う。よく言うフリー素材なんで、何呼びでも大丈夫です。後期とかダメな、あ、もう何でも大丈夫です、本当に。何でも大丈夫です。はい。好きなようにしてください。俺はもう好きなようにしてください、本当に。あとはね、あ、たくさんのあの、手紙とか、プレゼント、ありがとうございます。届いてますよ、事務所に。はい。その、たまに事務所行くんですけど、俺。その時にあの、スタッフの人が、届いてんでーって言ってくれます。プレゼント、手紙届いてるでーって言って、はい。本当にありがとうございます。よろしくお願いします。お手紙がね、すごいですよ。ここの画面じゃ収まりきれへんぐらいありますから。本当にありがとうございます。うん。はぁ、いつまでやろう。結構やってるね。25分に終わります、じゃあ。25分にすいません、終わります。もう時間も遅いので、皆さん寝ましょう。うん。僕のファンクラブ入るの迷ってるんですか？本当にあの、どちらでも大丈夫です。はい。でも本当に楽しいです。ホーミー最高。ホーミー最高。うん。ホーミー、あ、いいですね。ホーミーいいですよ。ホーミーになりましょう。俺らホーミーなんで言うてますけど。
なんかあれやりやな、プリクラ、プリクラを考えてたのか。今なんかプリキュアっていう文字が出て、プリキュアでピンときたのか。プリクラ、プリクラ最近撮ってないっすねっていう話だから、撮って見せたいなって話なんか一人でプリクラ撮るやつってあるやん、あれやってみたいっすね。あれファンクラブにあげたいっすね。こちらまでっつって。ああ、I'm going crazy why? ニュージーンズ大好きです。よろしくお願いします。ニュージーンズめっちゃ聞いてます。和歌山の TGC 楽しみですか？うわ、めちゃくちゃ楽しみですよ。和歌山楽しみですね、本当に。いや、もう静岡であれでしょ。むっちゃ楽しみですよ。だってもう、静岡だって、それこそ、ケイト君とシュートがいましたからね。それでなおさら、皆さんが見てくれて、見に来てくれて、配信で見てくれて、もう、仲間がたくさんいましたから、本当に後押しされましたね。めちゃくちゃ緊張してたんですよ。静岡 TGC 実はあの感じであほんまに緊張してて、なんかこうこうやってやってたんですけど、むちゃくちゃ緊張してるんですよあれは本当に。でも本当に配信の方のコメントだったりとかね、それこそ来て現場に来ていただいて、こう宝くんうちわだったり、こうきくんうちわだったり、たくさんのペンライトとかねが見えて、本当にあのランウェイはね、飛行機の滑走路のようにね、滑走路のようにこう、なんだろうな、勢いに乗っていけましたけど、はい。とても、でも楽しかったです、本当に。ありがとうございます。和歌山もぜひよろしくお願いします。ぜひ、配信があるのかな？あったらぜひ見てほしいですし、見に来てくれる方は、皆さん楽しみましょう。っていう。絶対緊張すんねん、絶対。あの感じで。どうせ和歌山は緊張すんねん、これ。これは和歌山。和歌山これ緊張するんですよ、どうせ俺。チク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 。風邪ひかないように、本当に最近は今日の山ショートでもちょっとお伝えしたんですけども、本当に最近寒いので、風邪はひかないように皆さん体調お気をつけてください。本当に、ああいっぱい喋りましたね。25分です。皆さん言い残すことはないですか？皆さん見ていただいてありがとうございます。こんな遅い時間すいません。最近インフルも流行ってますからね、本当に気をつけてください。インフルエンザ、俺インフルエンザのジンクスがあって、大阪の時にワクチンあるじゃないですか、ワクチンっていうの、予防接種か、予防接種あるじゃないですか、あれをする年に限ってインフルかかってたんですよ。なんでやねんお前、意味わからんやろっていう話なんですけど、マジなんですよ。インフルエンザ予防接種した年に限って俺インフルエンザかかるっていう。でほんまにインフルエンザの予防接種をしてない年はほんまにならんくて、これガチで、だから今年もしてないんです。だから今年はならないです。でも気をつけましょう、皆さん体調には気をつけて、安全第一、よろしくお願いしますということでね。今週もまあ、新しい山ショートでこれも前伝えたんですけど、新しい作品がありまして、それの読み合わせだったり衣装合わせだったりまたまたありますし、撮影もまだまだ続きますので、僕もね体調に気をつけて頑張りたいと思います。皆さん一緒に頑張りましょう。あー、たくさん喋りましたね。ホーミーの皆さん、よろしくお願いします。ナマステー。
ということで終わりますか。皆さんこんな時間までありがとうございました。またしますので、その時はゆったりまったり喋りましょう。はーい、一気にグビ止まらないんだ。ということで皆さん、チャルジャヨー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 ってね、おやすみなさい。明日も頑張りましょう。バイバーイ、おやすみ。